はい、えー、皆さんこんばんはこんばんばは今日は10月の15日土曜日ですはい、はいえー、今日はですね天気が結構いいというか、まあ、とてもよくてなんかここのところ、まあ、冬のようなね天気が続いてたんですけど逆に今日はもう真夏のような天気でちょっと暑すぎて まあ今日ね公園に行ってきたんですけど暑すぎてねちょっと本当に着てる服も今こうね僕は T シャツ着てるんですけどその前の日のね冬の服装みたいな感じで出かけたら暑すぎてちょっと困っちゃいましたね本当ですね、うん、なのでまあこの時期はね気をつけないとね体調を崩しちゃいますね、うん、はいなので皆さんも気をつけてください、うん、はい、えー、今日の 本題なんですけれども、はい、えっとちょっと前にね。人前結婚式っていうエピソードを出しましたね。はい、はい、で、そこに対してのまあ、コメントをいただきましてで、まあ、日本の結婚式のセレモニーっていうのはどういうことをやるんですか？っていうような質問をま頂い,いたんですよ。うん、うんうん、で、それについて話したら結構面白いんじゃないかなと思いまして。はい。 まあいくつかありますすねねそうで,す、ねうん、でちょっとそれを話していきたいと思うんですが、えー、まあ人前結婚式の時に言ったように日本にはいろいろな、まあ、結婚式のねその様式があるんですが、まあ、一番多いのがおそらくキリスト教の結婚式そして次が神社とかお寺そしてまあ 人前結婚式という風になってると思うんですよね。はいうん、でそれぞれにそのセレモニーでやることっていうのはちょっとずつ違っているじゃないですか。うん、でそれについてちょっとお話をしたいと思います。はいうん、まあせっかくこの間ね人前式のお話をしたのでまずそこからいきたいなと思うんですけれどもどうですかね うんまあはっきり言ってしまうともう人前式に関しては自由そうだね、うん、確かに何でも OK っていうところはあるかなと思っていてでもまあうんよくあるのはその皆さんの前で誓いの言葉を言うとかなんか例えばですけど 私たち結婚したら、えー、喧嘩してもその日のうちに仲直りしますとか <laughs> なんか家事は2人でやりますとかね,そうだね、ま、いろいろそれはその皆さんによって全然違うと思うんですけどそういうなんか誓いの言葉を自分たちで考えて、まあ、皆さんの前でこう発表するというかね、まあ、誓うわけです。うん でそのほかにあのいろいろこう自分たちでねあの考えた独自のやつを使ってなんかねそれがもうあまりにも自由なので説明するのちょっと難しいなって思うんですけど、うん、まあいろいろある中で僕らがやったやつをちょっとご紹介するといいんじゃないかなと思っていまして。はい、はい で、まあ、僕らの結婚式も人前結婚式だったよっていう話を前したと思うんですけどその時は、えー、と僕の方の地元と朝美、まあ、ちゃんの方の地元のそれぞれの地元のお酒っていうのがありますよねでその地元のお酒を、えーとまあ、組み交わすというか組み交わすってちょっと難しい言葉なんですけど、まあ、それぞれでこう,こうね注いで飲んで。 っていう感じでやったんですよね。うん、うん、でそれを。まあ、あのまあ、僕らはいいなと思ってやったんですけど、やっぱりお酒っていうのは神社とかでも使われますし、あのそのやっぱりお水とかね。お米とかがその土地にこう根付いたもの。その土地のものなのでいいなっていう風うにね。思ってやったんですけど、まあその他にもそれぞれの家の水を持ってきて。 なんか例えばですけどオリーブの木にこう水をあげるとかねうん、うん、ありますよねああなんかしてますね、うん、あとはなんだろうなこうみんなでこう参加者のね参加した皆さんがなんかこう書いて何か一つのこう大きいまあボードというかパネルみたいなものを作るとかうんうんいろいろな 形がありますよね。はい。それぞれ皆さんがこう、こう指でね、こうスタンプみたいにして、こう押して、あのやるとかね。うん。本当にいろいろありますね。あります。うん。まあそういうことで神前式はもう本当に自由です。うん、うん、で、あとはまあ皆さん気になっているまあ神社とかお寺かなと思うんですけど、うーん。 まあ神社に行くとあの大体ね神社の方で形式がほぼ決まってます。はいはい、で神社といえばこれっていう決まったことは必ずありまして、まあ、その神社の神、えー、主さんが、えーとまあ、こういろいろねやってくれるんですよ。 ちょっと難しい言葉ばっかりになっちゃうんでうまく説明するのは難しいんですけど、まあ、神様に挨拶していただいて、まあ、お祓いですねしていただいてその後に、えー、指輪の交換があったりしてでそこでやっぱり出てくるのがあの親族あの同士でねお酒を飲み合うっていうことがあったりとかあとは三三九度って言ってお酒をね夫婦でこう 3回に123ってこう飲むやつをねあの9回うん、うん、やるんです <laughs> ちょっと難しいですけど、うん、まあそういうのがあったりとかあとは親族の皆さんで、えー、全員にねこうお酒をついでこうみんなで一気にこう飲むという、うん、親族固めの杯みたいなのあったりしますね。はいうん、でこれは結構 お寺でも、まあ、同じような形で信仰しますね。うん、はい。神様が、まあ、仏様に変わってで少しずつ形は違うんですけど、まあ、同じような形で、まあ、お酒が出てきたりとかしますね。はい。うん、で、あのまあ、神様にね、あのこう玉串っていうのを収めたりとか、まあ、お寺の場合は何かこうお参りをしたりとかですかね。いろいろ形は違っていてで面白いのが、 それぞれの神社とかそれぞれのお寺でもちょっとずつ決まりが違ってるので行ってみないとわからないっていうのはちょっとあるんですよね。うんうん、でも神社とかお寺の場合はその始まる直前に必ずリハーサルをしてくれるのでまあ何も知らなくてもなんとかなるっていう感じですね。そ、うん、そうですすね、うんなな形になっています でえーとまあ、最後一番よくあるキリスト教式ですけど、まあ、日本の場合はそもそも教会がどこにでもあるわけではなくて大体あるのは結婚式場かホテルの,、まあそのチャペルを使って結婚式をするということが多くてですね。でそこにその結婚式をやるその まあ牧師さんというかがそこに来てくれてやるっていうことが多いですよねはい、うん、でまあ,あの歌を歌ったりとかねあの誓いをやったりとかあと指輪交換をしてっていうまあ普通のねよくある結婚式の流れになってますね、うん、はいなんか印象的な結婚式のセレモニーってあります そうですね。あのま神様の前でする。親善式はもう日本ならではだなと思っています。うん、うん、やっぱりどこにでもあるわけじゃないですし、うん、あのもう一回するならね。神様の前でやってみたいなと思ったりしますね。なるほどねうん、確かにね。こう。僕もまあ、日本人だし、その神様の前での結婚式に対する。 憧れみたいなのはちょっとありましたねうん、うん、まああのかっこいいなって思います、うん、あの単純にそうですねはいやっぱりこうウェディングドレスとかタキシードっていう,こう洋風のね結婚式の衣装もいいんですけどやっぱり日本人だとまあその結婚衣装着物のね 起きるっていうこともちょっと憧れますね。そうですね。まあ、もう一回することはないと思いますけど。着てみて写真撮ったりっていうのはありなんじゃないかなと。ああ、思うんですけど。いい、いいですか。いいと思います。もう一回ね。まあ、結婚何周年みたいなので。やってみません。あ、いいと思います。面白そう。はい、まあ、子供もいますけどね。うん。あ、それやりましょう。あ、十周年でやりましょう。じゃ。おお。はい。ちょっと楽しみ。はい。 今決まりました。<laughs> <laughs> ということでね、えー、皆さんもね、えー、こんなセレモニーがありますよというお話があったら、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日は、えー、結婚式のセレモニーについてのお話をしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。